今日は階段を登るだけのシンプルなゲームをやっていこうと思います。超シンプル。それ見てて面白い。わかりません。それじゃあ早速登っていくわよ。はぁ。お姉様、いきなり殺されたわ。許さない。なんでいきなり攻撃されたの？知らないわよ。で、どうやら一定時間経過で指定された色以外の階段が消えるみたい。なるほど、それ落ちないように登っていくのね。今はグリーンが表示されてるからグリーンにとどまる。はぁ。めっちゃ殺されるじゃんお姉様。許さん、マジ許さん。剣を持ってる奴には要注意って感じかしら。こいつ剣持ってる。でもこの人は殺しに来ないみたい。殺しに来ないプレイヤーもいるのね。よし、このまま登るわよ。なんか新しいラウンドの横の数字も減ってるけど。新しいラウンドってなんかしらね。お姉様、リセットされたわ。なるほど、こういうことか。ラウンドは一定時間でリセットされ、リセットされたら全プレイヤー一番下って感じみたいね。時間制限もちゃんとあるのね。で、すでに5分くらい経過してるみたいだけど。いやー、いいところまで行ったんだけどね、落ちちゃったのよね。絶対近場で落ちてを繰り返してるでしょ。まさか、まあここから奇跡の大逆転を見せてあげるわ。このゲームに奇跡の大逆転とかないと思うんだけど。今度の色はリラね。リラって何？ゆかりみたいな感じよきっと。まずい、いけるかこれ。うおー。気合で行ったわね。このギリギリを攻める感じがたまらないゲームだわ。でもお姉様ギリギリ攻めて落ちるじゃん。ギャンブラーって呼んでちょうだい。毎回負けるギャンブラーでしょ。もう、私がそんなに負けるわけないじゃない。めちゃくちゃ負けてそう。っていうかこれどれくらいの高さあるの？右のようによれば今私たちは半分くらいのところまで来てるわね。いや、もう半分よりも上だわ。やっぱりこのまま天井取っちゃうわね私。そう簡単に行くのかしら。む、なんだこいつは。爆弾。あ。ま、巻きまーす。こいつ、絶対に許さん。辻斬りみたいなことされたわね。爆弾に剣なんて卑怯よ。爆弾なんて妨害策もあったのね。なんで爆弾なんて置いてあるのよ。あれしかも自分じゃ食らわない感じじゃなかった。自分が食らわないなら、表示されてる色のところに置けば。そこに立ってる自分以外がドカーンね。なんて下道なの。これは強敵だわ。まあ2回もあいつ妨害してこないでしょ。グラフ見た感じあいつは相当上にいるみたいだし、大丈夫よ。じゃあうわ、わざわざ降りてきたわよ。こいつ、マジこいつ。巻き魔の野郎、許さん。まさか私たちのところに一直線に降りてくるとは思わなかったわね。あいつは妨害のプロね、間違いない。誰かあいつを止められないの。多分あの感じだと無理でしょうね。こう、複数人で行ったら倒される確率低くなるんじゃないかしら。お姉様何味方を盾にしようとしてるのよ。そう、そんなことしようとしてないわよ。いいや、今の言動は絶対にしようとしてたわね。私がそんなひどいことする姉に見える。見える。ひどい。どうやらあいつはまだ上にいるみたいね。む、なんだこの青い線は。押し返される。うーわ、ついにレーザー兵器まで使ってきたわね。こんなのってひどすぎる。あんなのどうしようもないじゃない。こうなったら私も兵器に手を染めるしかないのか。グループってなんだ。今またレーザーが飛んできたわ。もう、こんなの買う予定ないわよ。残り3分の1のところまで来たわ。今度こそ登れるのかしら。誰にも邪魔されたくない、誰にも邪魔されたくない。巻きまーす。出やがったわね。殺しに来るつもりだわ。どうするのよ。あ、落ちた。バカが、二度と登ってくるんじゃないわよ。これでもう邪魔してくる奴はいなさそうね。今度こそようやくこの階段を登りきれるんだわ。結構長い戦いだったわね。あと5階層くらいかしら。うん、なんだこれ。なんだこれ。さっきもやられたレーザーよ。マキマもレーザー野郎も絶対に許さん。というかアバターがフライドポテトじゃなくなってるわ。本当ね、これ初期アバターかしら。まあなんでもいいわ。もう私はここを登ることしか頭にない。もう残り2分しかないけど登れるのかしら。いける。あ。ダメそう。巻き魔のやつがいるわ。なんか周りみんな武器持ってるわよ。痛い。なんかよくわからないものに攻撃されてる。巻き魔の爆弾で死んだんじゃない。もうダメだ。おしまいだ。あ、そうだ。いいこと思いついたわ。何？新しいラウンドまで待てばいいのよ。新しいラウンド始まったらみんな一からになるし、これならいけるわ。確かに妨害とかなさそうね。よし、そうと決まれば新しいラウンド開始まで適当に過ごす。適当に過ごすのか。よし、あともう少しで始まるわよ。お、始まったわ。一番先に登るのはこの私。お姉様スタートダッシュを決めた。いち早く階段を駆け上がっていく？くもはや私を止められる者などいないわ。後ろから泥がついてきてるわね。刀を持ってないわ。無刀流ってやつね。でも手のあたりを武装硬化してるみたい。ひぃ、切り刻まれる。それは大丈夫なんじゃないかしら。あれ、もしかしてこれ。お姉様を止めたのは自分自身だったわね。バカな。バカな。じゃないわよ。これまた始まっちゃうんじゃないの。地獄のデスレース。いやだ、もう殺されるのは嫌。
か。でも幸いまだ誰も一番上にたどり着いてないわね。ここから戦闘組に追いつけるのかしら。かなり厳しそうよ。今戦闘は大体半分くらいね。こういうのは追いつくっていう気概が大事なのよ。精神論。ローラー、ぶち抜いていくわよ。お姉様、ゾロが目の前で死んだわ。もしかしてすでにもう辻斬りが来てるのかしら。でも関係ないわ。私たちは進むしかない。おお、燃えてるわねお姉様。当たり前でしょ。ここ登り切ったら私絶対復讐するんだ。復讐心。特にマキマの野郎は許さないわ。今度はリラ。駆け上がる。なかなかいいペースで登れてそうだわ。あとはお姉様自身が落ちないかどうか。もうギリギリまでは攻めないわ。今まで9割攻めてたところ7割にくらいにするわ。本当に大丈夫かしら。もしかしてこれ、マキマ消えたか。冷圧を感じないわ。冷圧って、っていうかまだ普通にいると思うんですけど、きっと登りきってないだけよ。そうかしらねえ。あ、マキマ、やつだ、やつがいたわ。ほら、全然いるじゃない。この野郎、私を何度も落としやがって。どうやら今回はまだ武器持ってないみたいね。頂上に行くことで武器ゲットできるのかしら。の、登り切った。お姉様ついに頂上に立つ。なるほど、奴らはここから武器を入手してたのね。これでついに私たちも武器をゲットできるわね。虐殺の、時間。なんか怖いわよお姉様。刃物持たせちゃダメ系の発言してるわよ。さて、まずは誰を切り刻みましょうか。もうすでに発言がアウトなんですけど。とりあえず下界を見てみようかしら。下界って。うわ、この人爆弾ここから落とすつもりだわ。ここから落としても一番下に行くだけだと思うんだけど。なんで彼はここで爆発させたのかしら。あと足が吹っ飛んでるんだけど。もしかして自爆ダメージとかあるのかしら。吹っ飛んだ足がさらに吹っ飛んだわ。あの人片足で立ってるわよすごい。爆弾で自分を巻き込んだのにさらに爆弾を持つとは、なんてメンタル強者なの。あ、マキマが落ちてったわ。きっと辻斬りするために落ちていったんだわ。っていうか爆弾落とすんじゃないわよ。成敗、成敗、成敗。あれ、なんか攻撃当たらなくない。これもしかして登り切ったら、登った人と登ってない人で分けられるんじゃ。まさかそんなわけないわ。あ、マキマがまた人を殺してる。マキマって、なんか赤く光を始めたわ。あの光は、見てたら落ちちゃったわ。で、どうすんの。お姉様も辻斬りプレイ楽しむの。うん、ダメだ、頑張ってる人を切るなんてできないわ。意外と優しいお姉様。私は基本優しいのよ。やはり目標はマキマだわ。あいつを抹殺しに行く。できるといいわね。マキマのやつなかなかいないわね。もう残り3分しかないわよ。む、あいつまた一番上に戻りやがったわね。どうやらそうみたいね。あ、降りてきた。あいつ、また殺してるわ。また一人やられたわね。今すぐあいつを倒してやる。お姉様、さっき言った私の言葉覚えてる。きっと攻撃通るわよ。成敗、成敗、成敗。バカな。やっぱり登り切っちゃうと一番上まで行ったプレイヤーには攻撃通らないみたいね。そ、ここまで来たのに攻撃できないなんて。っていうか、このルール、登り切った側があまりにも有利すぎないか。そういうルールなんでしょうね。私は復讐できずに終わる。のか。お姉様終了のお知らせ。今日はこれで終わり。復讐できないと分かったからめちゃくちゃテンション下がったわね。終わり。復讐心があるよって人はグッドボタンとチャンネル登録よろしく。じゃあね。